浜本博士は、日本の法学者、政治家、民主党所属の元衆議院議員、兵庫県神戸市出身、両親が共に、政治家という家庭に育つ、兵庫県立三陰高等学校、関西学院大学法学部法学科卒業、関西大学大学院法学研究科博士前期、家庭修了。その後、衆議院議員、長江和人の議員秘書を経て、 京都大学法学部研修員となる。この時期に、高坂正隆に指示。その後、芦ア屋ア大学臨床教育学部国際コミュニケーション、教育科教授並びに、芦ア屋ア大学、芦ア屋ア女子短期大学キャリア支援センター長を務める。また、民主党兵庫県連上任幹事も務めた。2009年の第45回衆議院議員総選挙に、比例近畿ブロックより出馬し、 初当選。現在、民主党兵庫県連幹事長代理。2012年の第46回衆議院議員総選挙では前回、選挙で民主党公認の立候補者のいなかった兵庫9区から出馬したが落選した。2005年の第44回衆議院議員総選挙における惨敗の後、党本部は65歳以上の現職の公認を 原則行わないと表明した。このため、当時兵庫一区の候補者だった、石井はじめは、当時71歳だったため公認が難しい状況となった。石井が2007年の第21回参議院、議員選挙に出馬し当選したこともあって、公認候補の選定が進められた。その過程で連合兵庫が押す浜本と保守系議員が、押す兵庫県議の加藤治が名乗りを上げ、 双方が譲らぬまま対立が深まる事態となった。2008年に民主党兵庫県連は浜本の兵庫一区公認を党本部に申請するも却下された。このため浜本は兵庫一区からの出馬を断念。再協議の末、無戸籍事問題訴訟などで知名度の高かった兵庫県議の井戸正恵が公認候補となり、党本部もこれを了承した。これを受け、 加藤も出馬断念を表明した。ありがとうございます。